ワスプ -43B は地球から見て6分ギザの方向にある恒星ワスプ -43 を公転している太陽系外惑星である。2011年にスーパーワスププロジェクトによって発見された。ワスプ -43B は木星の2.034倍の質量と1.036倍の半径を持つ巨大ガス惑星である。 ワスプ -43B はスペクトル型 K7V の K 型主系列性である主 w ワスプ -43 からわずか約230万キロメートルしか離れていないホットジュピターである。光天周期も19時間半しかない。2014年ハップル宇宙望遠鏡の観測によってワスプ -43B の表面の温度分布が明らかとなった。-43B は 月のように常にワスプマイナス43に同じ面を向けているため昼側では摂氏1500度夜側では摂氏500度と表面温度の差が大きい今回の観測によりワスプマイナス 43b は昼側から夜側にかけて強い風が吹いていることが分かったシカゴ大学のケビン・スティーブンソンは温度分布の地図を作ると高温な昼側から 低温な夜側へ、どのように熱が運ばれるかを予測し、検証するのに役立つと述べている。さらに、ハップル宇宙望遠鏡の観測で w ス s p 4 3 b の大気の成分が明らかになった。w ス s p 4 3 b 以外で、大気成分が判明している太陽系外惑星は、HD209,458B やグッチョブ 1,214B、 HD131399 アブなど数えれる程度しか存在しない。大気にはメタンやアンモニア、一酸化炭素、二酸化炭素、水蒸気などが含まれていることが明らかになっている。ありがとうございます。